森永製菓が、ダース新 CM 発表会を2023年9月18日、月曜日、祝いに開催した。ダースのアンバサダーを、昨年に続いて乃木坂46が務める。新たなメンバーが加わり、12名のメンバーがダースの魅力を伝える。イベントでは、乃木坂46の井上和、梅沢美波、遠藤さくら、菅原さつき、田村真由、与田祐希の6名が登壇し、新 CM 出演の感想や、CM 撮影時の裏話、ダンスの見どころなどについて語ってもらった。新しくアンバサダーに加わった井上は、先輩方が CM に出られているのを私もテレビの前で見ていたので、今回出演できて嬉しいです。CM 撮影もすごく楽しかったです、と答え、喜びをあらわにした。また、同日から公開の新 TVCM で、メンバーが、ダース、と、白いダース、で2チームに分かれ、増用、森の熊さん、のメロディーに乗せてオリジナルの歌詞を歌唱&ダンスしていることから、イベントでも、ダース×熊さんを組み合わせた新しいイメージキャラクターの考案や、2チームに分かれてのお絵描き対決にも挑戦。イベントの最後に梅沢は、今日のイベントを通して、よりダースへの愛が深まりました。ここにいないメンバーも CM には登場していますし、乃木坂46のメンバー全員が毎日たくさんダースを食べています。この愛を素直に皆さんに伝えられればと思います。また、本日から CM も放送されるということで、CM の音楽を聴くとパッと反応しちゃうくらい、キャッチーな仕上がりになっているかなと思います。これからもしっかりダースの良さを伝えていけるように頑張ります、とダースへの愛と意気込みを語った。9月19日、火曜日から、新定番商品の、白いダース、香るいちごと、白いダース、香るマスカットの発売をはじめ、今後も、ダースと乃木坂46がコラボした、様々な企画を展開予定だ。